デュドビクラミーヌ・サネは、フランスビルシュルロット出身のサッカー選手。弟のサリフ・サネも、同じくサッカー選手として活動している。初期、サネは、フランス南西部、ビルシュルロットに生まれ、ボルドー郊外にある地元の US ロルモンデキャリアを、始めた。スタッドボルドレを経て、19歳の時に、フランスアマチュア選手権のアーコ・アグドと契約した。アグドでは1シーズン過ごし、 25試合一得点を記録。翌シーズンに US ロルモンへ戻り、ディビジョン D オーナーでプレーした。2008年夏、5部門を飛び越え、リーグアン王者 FC ジロンダンボルドと3年のプロ契約を結んだ。ボルドー1年目の2008の09シーズンは、3部にあるリザーブチームで過ごし15試合に出場。そこでのプレーが、 ローラン・ブラン監督とアシスタントのジャンルイガセに認められた。翌年のプレシーズンはトップチームに帯同し、そこで定期的に起用されたサネは3から1で下したスペインのアスレティック・ビルバオ戦などで好調ぶりを見せた。2009年9月11日、U.S. ブローニュ戦でトップチームに初招集されたが出番はなく、前半戦のほとんどを フランス代表のアルーィ・アッラの控えとして、ベンチで過ごした。11月3日、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10で2から、0と勝利した、ドイツのバイエルン・ミュンヘン戦に84分から、途中出場の形で、プロデビューを果たした。翌月、イスラエルのマッカビハイファシー、FC、戦で、初スタメンを飾り1から0で勝利。それから4日後のオリンピックリヨンとの重要な一戦で、 リーグ戦デビューを果たし、90分フル出場で1から0の勝利に貢献した。2010年1月8日、クラブと2014年まで契約延長した。スタッド・ド・フランスで行われたクープ・ドゥ・ラ・リング決勝のオリンピック・マルセイユー戦で初得点を記録するも1から3で敗れた。ラミーン・セイン、ウン・ドゥ・ドビッチ・インカーン、プロローンゲーション・にアんで、プラス・ポア・セイン。 ありがとうございます。